じゃあ俺の心臓もキクリにやるよ。約束、私のこと忘れないでね。私もリンチ君のことずっと覚えてるから。うん、俺も絶対にキクリのこと忘れねえよ。もしお前が自分を忘れそうになったら俺が思い出させてやるよ。ありがとう、リンチ君。よし、私君に負けないよう、もっといい曲作るよ。俺ももっと技を磨いて、プレイも作曲もできること増やす。あ、そしたらさ、二人で一緒にクラブイベントやろうよ。いいね、それ。それ目標に頑張ろう。うん。キクリ、レコード会社と契約したって本当か？本当だよ。今度アルバムも出すんだ。そうなんだ。よかったな。リーチ君も最近の？俺はまあ、ぼちぼちかな。先日デモテープをお送りした。いや、でもまず聞いていただかないと。はあ、そうですか、わかりました。え、今月のダウンロードランキングで1位ですか？本当ですか？やったー。映画の楽曲制作募集かかってましたよね。俺応募したいと思って。はい、技術には自信があります。もう誰にするか決まった？そんな。映画の楽曲制作ですか？ぜひやらせてください。初めてですけど、私にできることなら何でも。聞こえてる？この音、このリズム、これが私の心臓のビートよ。すげー。マジやべえな、お前今音楽やってねえの？ああ、やってねえ、もう諦めた。
あ、でも大丈夫。最近バイトして稼ぎまくってんだ。それ自慢することじゃねえだろ。ったく、やっぱお前ダメだな。はあ、早くディスコの神様戻ってきてくんねえかな。そのうち戻ってくるだろ。どうせまたあの場所が恋しくなるって。あ、ハルト、テキーラちょうだい。テキーラ。俺も。いや、強すぎる。そのダメだって。ボトルはダメだって。ねえ。もう、じゃあ。いっぱい。サンキュー。いやー、音楽やめてよかった。毎日が楽だぜ。ほんと、あんなに悩んでたのがバーカみたい。お前は運が悪かったよ。ディスコの神様と同世代泊まりしまって、誰もディスコの神様にかなわねえんだって。ずりーよなー、マジで。もうみんな最初から俺になんて見向きもしないんだぜ。そりゃさ、俺だって音楽続けたかったよ。だけどディスコの神様がいちゃうね。ついてねえよ、ほんとに。リーチ、酒没収。え、なんでだよ。いいから。おい、酒ねえやつ。トキさん。なんだよ。しょうがねえな。リーチ、お前どうしちゃったんだよ。お前らしく、ディスコの神様とあんなに仲良かったのに、うち行ったりして。うるさいな。俺にしかわかんないこともあるんだよ。なんだよ、それ。じゃあ、お前酒飲んでよ。ダメ。せっかくクラブに来たんだから、酒以外も楽しいんだよ。酒以外ってそんなのさ。お待たせー、サレッサイハレッ、アテスチークチーのヒロイン、ラストプラネットです。ほら、あのユニットとかどう？超イカしてんだろ。確かに。誰？見たことないんだけど。宇宙の嫌いロストプラネット。まだ全然出てないからギャラ安くてさ、助かるんだよ。なるほどね。いいな、あの二人。でしょ？二人を見てれば酒なんていらないんだって。ディスコの神様ね。俺には無理だな。才能もねえし、あんなやつと比べられちゃ無理だ。リーチ君、才能がないなんて嘘だよ。私が君の邪魔をしてたんだよね。ごめん、今度は私が君を助けるから。社長ハリー山本。創造工房って確か大手のレコード会社だよ。めちゃくちゃすごい人じゃん。でもどう見てもただの変人だったよ。分かってないな。すごい人に限って変わり者だったりするんだよ。そうかもしんないけど。そうだよ。なあリーチ、電話かけてみろよ。せっかく名刺もらったんだし。でも俺もう曲も作ってねえし、 DJ もやめちゃったよ。リーチはもう音楽に携わる気はないの？ないかな。ディスコの神様がいたせいで自分が売れなかったから。やっぱりそうなんだ。そうだよ、みんなあいつのことばっかり見てる。そりゃさ、キクリはすごいやつだよ。だけど俺がどんだけ頑張ってもみんなあいつばっかり。そんなの虚しくなるだろ。だから音楽も諦めたってことか。うん。でもさ、こうして名刺をもらったってことはリーチを見てくれてた人もいたってことでしょ。なんか残念じゃない？そうか。そうだよ、リーチはさ、本当は本気で音楽やめたいって思ってるわけじゃないんだ。見てたらわかるよ、まだ未練があるんじゃないの。ないって言ったら嘘になる。じゃあ電話した方がいいって。分かった、やってみるよ。よかった。もしもし。あー、もしもし、創造工房社長のハリー山本ですけれども、どちら様ですかね。 DJ でトラックメーカーのリーチと申します。あの、名刺をいただいたんですけど。リーチさんですか。お話伺ってますよ。あなたの技術とセンスは素晴らしいってね。でも実績も名もない俺にどうして。こちらが厚く信頼を寄せているものから、あなたについていろいろと伺ったんですよ。それにあなたの作ったリミックス曲も拝聴しました。そのルールを買ってぜひあなたにお仕事を依頼させていただきたいんですけれども。はい、俺にできることなら何でも。よかった。今回お願いしたいのはあるユニットのプロデュースです。ロストプラネットをご存知ですか。え、Thank you.
二人をプロデュースすることになったリーチです。よろしくお願いします。よろしくね、リーチ。距離詰めんの早っ。あ、その悪い子たちじゃないんだけどね。悪い子じゃないよ。だからリーチも敬語なんてやめて仲良くしようよ。うん、うん、分かった。やったー、リーチ最高。二人本当に息ぴったりなんだね。普段から仲良さそう。あ、仲いいよ。だって私たち付き合ってるもん。付き合ってるってつまり過去恋人ってこと。心臓の音？心臓の音はね、すっごく正直なんだよ。緊張してるときは大きくなるし、楽しいときはポンポン弾む。耳を澄まして音を聞いて、お互いの心がどんな風かいつもちゃんと考えてるの。自分のことが信じられないときでも、サイハのことなら私信じられるんだ。私もだよ。だから私たち、絶対一緒にいられるんだよ。私ね、時々分からなくなるんだ。何が？自分が音楽でどうしたいのかってこと。私って伸ばされやすいでしょ。だから自分を見失う時があるっていうか。ああ、分かるよそれ。俺もそういうのよくある。ああ、そうだ、そういう時のおまじない教えてやろうか。おまじない？うん、自分の心臓の音を聞くんだよ。ほら、耳塞いでみて。聞こえるだろ、自分の心臓のドクドク言う音が。それがお前の音楽の源だよ。他に何も信じられない時でもさ、その音だけは信じられるんだ。なんたってその音はお前が生まれた時からずっと刻んでる一番最初のビートだからな。リーチ君、俺はキクリの助けに慣れてたのかな。どうしたの？リーチ、大丈夫？暗くなっちゃったの？あのさ、正直怖かったんだよね。本当に俺がロストプラネットのためにいい音楽を作れるのかって。だけど今決めたよ。二人にどんな曲を書くのか。本当？聞きたい。二人にしか歌えない特別な曲だよ。テーマは心臓の音だ。わーい、行くよ。リーチが次のリーチの回だ。俺激アツ。
わかんねえよ。キクリさんは絶対今でもまだどっかで音楽やってるんだよ。リーチは神様じゃない、キクリさんこそが本当のディスコの神様なんだよ。リーチくん、やっぱり君は才能あるよ。ディスコの神様さえいなければ君はもっと早く有名になる。これからが楽しみ。あれ、あんたやっぱり来てくれたんだな。どうだった、楽しかったか。よかった、俺もすっげえ楽しかったよ。ところであんた名前なんて言うんだ、やっぱ教えてくねえか。本当に謎だよな。でも俺前にあんたに会ったことがあるような気がするんだよな。勘違いかな。まあいいや、俺がここでまたイベントやるときさ、来てくれよ。来てくれよ、今日と同じくらい、いや、もっとすごいもの来てるからさ、いいだろ。ありがとう、楽しみにしておいてくれよ。どうもどうもどうも、リーチさん、お疲れ様です。いやー、すごかったね、ロストプラネットと一緒にやってた曲、大ヒットじゃないですか。もうさすがディスコの神様。ねえ、ありがとうございます。おかげさまで仕事も増えましたよ。あ、そうそう、知り合いがさ、コンビあるドラマの楽曲をぜひリーチさんに作ってもらいたいって言ってるんですけど、どう受けてもらいたいしません？あ、はい、もちろん。いつも俺なんかでいいんですか？いや、もちろんもちろん、ディスコの神様のリーチさんだからやってもらいたいんですよ。わかりました、ありがとうございます。じゃあまたロストプラネットと共同でやるのはどうでしょう？いいですね。あ、なんなら二人にはドラマ出演してもらいましょうか。かわいいし、そうすればドラマも人間違いなし。よろしくお願いしますよ。ディスコの神様か、俺頑張んなきゃな。ねえ、明日行きたい。いいよ、あ、二人ともちょうどいいところに。あのさ、今度のドラマの楽曲また一緒にやらねえかって。二人はドラマにも出られるってよ。ごめん、リーチ、私たちテレビとかに出るつもりはないんだ。肌は露出するけど、メディア露出はしない。それがもっと、二人はもっと有名になりたくねえの？全然。だって私たちは自分の好きなことだけできればいいんだもん。お金も名誉もいらないよ。リーチは有名になりたいの？俺はもっとディスコの神様として認められてえよ。そうなんだ。あ、じゃあリーチはディスコの神様でいたいってこと？ディスコの神様でいたい。リーチ、暗くなっちゃった。大丈夫？あ、いや、うん、大丈夫。大丈夫じゃなさそう。あー、リーチ大丈夫。美味しいもんでも食べに行こうよ。え、そしたら元気出るよ。ほらー、ステーキとか行こう、美味しいもん食べに行こう。お、晴れたー。うつくれ、うつくれ、うつくれ、うつくれ。あ、わかりました。そっちのお客さんは？あー、ジントニック、買ってこない、ハルト。たまにここにディスコの神様来るって本当？おお、リーチならよく来ますよ。そうなんだ。いやけど今日に限ってたまたまやってくる神様。神様だし。ええ、普通にね。これ。これからのサービス。何これ？俺特製ノンアルコールカクテル。
エナジースペシャル。ビビビビビビ。ありがとう。いただきます。なんでなんで。遊んでんだからな。何が言いたいんだ。何が言いたいって、そりゃ勘違いすんなってことだよ。誰も本当のお前を持ち上げてるわけじゃねえ。ディスコの神様らしい誰かが欲しかっただけだ。だけど本当のディスコの神様はキクリさんしかいねえ。所詮お前は偽物だ。そのこと忘れんなよ。リーチ、気にしちゃダメだよ。気にするよ。やっぱり俺はディスコの神様じゃないんだよな。それはそうだよ。リーチはリーチなんだから、別の誰かになろうとする必要なんてないと思う。そうだよね。じゃあさ、リーチってどんな人間だっけ。俺の心臓の音ってどんな音だっけ。え、あーごめん、今度のイベントがあるから俺帰るね。うん、頑張って。疲れてるんだろ。でもみんなちゃんと生きてるんだよ。生きてるよ。生きてるよ。二人も無理せず頑張ってね。カイトもね。あ、ありがとう。頑張って。うん、じゃあ、じゃあ、バイバイ。あれ？発電機ってどこだっけ？ガソリン入れなきゃなんだけどな。しなきゃ。しよう、とりあえず雑巾。なんだこの帽子。ああ、ひくりさん。え、あなたひくりさんだったんですか。久しぶり、ハルト君。顔隠してたから全然気づきませんでした。この前どこ行ってたんですか。どこにも行ってないよ、ずっと東京にいた。そうだったんですか。引退でもして渡米でもしたのかと思ってましたよ。どういうイメージよそれ。あ、すいません、今ガソリンこぼしちゃって掃除しますんで。でも元気そうでよかった。これでも心配してたんですからね。ありがとう。でも私と会ったことは秘密にしておいてね。なんでですか。この後のリーチのイベントを見に来たんじゃ。うん、だけどリーチ君に会うのはこれで最後にしようかと思ってる。え、そんなのリーチが寂しがりますよ。どうかな。でも私は寂しいかな。それにリーチ君はちょっと心配。
心配？なんでですか？リーチ君、この前まで音楽やめたいって言ってたでしょ。自分を見失ってた。私にもそういう時あったからさ。ひくりさんでもそんなことってあるんですね。そりゃあるわよ。それでね、リーチ君と心臓を交換したの。どういう意味ですか？それは秘密。でも、なんかいいですね。リーチはいい仲間を持ったんだな。そんなことないよ。私がいたせいでリーチ君は音楽で成功するって夢を叶えられなかった。私がリーチ君を苦しめてたんだよ。いや、苦しめてたなんて、そこまで自分を責めなくても。責めるよ。いくら責めたって足りないくらい。だからせめてもの罪滅ぼしがしたかった。それでリーチに名刺を渡したんですね、社長に紹介するために。どういうことだよ。キクリだったのかよ。なんだ俺バカみてえだな。結局俺が全部売れたのもディスコの神様のおかげだったってことか。違う、君が売れたのは君に実力があったからだよ。実力じゃねえだろ、コネの力じゃねえか。私は君が音楽をやめちゃうのが残念で。それでディスコの神様をやめたのか、俺のために。それはあんた俺をバカにしてんだろ。哀れんでるんだ。私は約束を守る。結局全部お前のせいじゃねえかよ。売れない時はディスコの神様との格差がひどくって、売れたと思ったらディスコの神様ってもてはやされる。本当の俺なんて誰も見てくれちゃいねえんだよ。私だってそうだったよ。リーチ君だけは本当の私を見てくれるって思ってたけど違うんだよね。私もう分かんないよ。本当の自分が何なのか、私が誰なのか。心臓の音なんて聞こえない。もう誰にも頼りたくない。誰にも助けてもらいたくなんてない。今夜のイベントできそう？ごめん、俺今何も考えらんねえよ。そうか。ねえリーチ、掃除手伝わない？まだイベントまで時間あるでしょ。そうだ、沈んでてもしょうがないしさ、どうせ何も考えられないなら体を動かそうよ、体。その顔をやりたくてしょうがないって顔だな。よし待ってろ。そんなあなたにこの幻の剣を授けよう。ブラシじゃん。ほうきのに。そのブラシで。はい、じゃあ俺ほうきでやるんで。掃除しましょう。はい、お掃除。ちゃんと真面目にやってる。やるんだよ。みんな、今日は20周年記念ライブに来てくれてどうもありがとう。アンコールということで今日は特別なゲストに来てもらってます。もう10年も一緒にいます。リーチ君です。今日はこのリーチ君と一緒に20年の集大成を歌いたいと思います。ワンツーワンツースリーフォー。クマの組みていたかくれんぼ、お尻を出したグイッドショー、夕焼け小焼けでまた明日また明日。ウィーナーウィーナー
人間ウィーナー美味しいご飯にポカポカお風呂子供の帰りを待ってるだろうな僕も帰るお家に帰るでんでんでん繰り返してバイバイバイありがとうみんなありがとうありがとうありがとう嬉しいなんつうかありがとうなむしろこんなことしかできなくてもっと気の利いたこと言えたらいいんだけどいいよ俺ハルトがそういうやつだからさだから好きなんだえ告白なわけ冗談冗談でもさ俺もリーチに対して同じこと思うよ本当のリーチが誰なのかとかは正直よくわかんないけど神様の時もリーチはリーチなんだだから今俺の前にいるリーチもリーチだけど神様の時もリーチはリーチあーダメだなんか分かんなくなってきたやっぱ無理だごめんいや神様の時も俺は俺危険なこと何も分かってなかったかもしれないやっばもう営業時間だよあーほんとどうするリーチイベントできそうあやれよよかったじゃあ俺手伝うあありがとうディスコの神様久しぶりトキ君なんで急になくなったんだよ俺マジで心配で心配で無事でよかったごめんねもうすぐここも離れるからなんでだよせっかく戻ってきたんだからさ DJ やってくれよディスコの神様私はもうディスコの神様じゃないよなんでそんなこと言うんだよ俺の中じゃずっとあんたは DJ のトップなんだよ誰がなんて言うとあんたはディスコの神様なんだよ今のディスコの神様はリーチ君でしょ私はそんなに素晴らしい人間じゃないみたい違うあいつはディスコの神様の玉じゃねえんだってな本当にあんたしかいないんだよお願いだから戻ってきてくれよやめてよ私のことは放っておいて待ってくれ待ってなあ俺があんたを一番分かってるんだなのにやなんであんた俺を分かってくんねえんだ分かるわけないよトキ君だって本当の私を知ってるわけじゃないこんなに神様のことが好きなのにどうしてそれを受け取ってくれないんだよディスコの神様やめてよ私はディスコの神様にはなれないの絶対にあなたみたいにそうやってディスコの神様って押し付けてくる人のことが私は心底嫌あんたはディスコの神様と別人なんだなだって俺の知ってるディスコの神様はそんなこと言わねえもんいいもんあれじゃねえか何やってんのもう何もかも燃えてなくなればいいあんたもリッチもこのクラブも何もかもふぅ今あいつのイベントが始まったみてえだなちょうどいい絶好のタイミングだもう全部燃えろ最高だぜあんたもリーチもこのクラブも仲良く心中だなんか変な匂いするねって変な匂い、うん、しますかね
返せよ。マジ逃げるぞ、逃げるぞ、逃げてください。早く通報しないと。リーチ、どうしたんだよ。あそこに人がいるよ。誰かいる。本当だ。ハルト、あれキクリじゃねえか。そんな、早く助けないと。あー、ダメだ。俺、あいつに何て言っていいか分かんねえ。あー、でもそんな前じゃねえんだけど、またあいつ傷つけるかもしんねえし。いやー、あー、ハルト、ハルトが助けに行こう。本当にそれでいいの？一度は助けに行こうと思ったんでしょ。今迷ってないで助けに行きなよ。今ならまだ間に合うから。でも俺が言ったって聞くに。クリさんはリーチにとってその程度の人なのか。ずっとお前と一緒に音楽をやってきた大事な仲間なんじゃないのかよ。クリさんはいつだってお前のことを大切に思って見守ってた。お前が行かないで誰が行くんだよ。お前は気づいてないかもしれないけど、お前と心臓を交換したあの約束をクリさんはずっと守ってたんだぞ。心臓の約束。聞こえるだろ、自分の心臓のドクドク言う音が。それがお前の音楽の源だよ。他に何も信じられない時でもさ、その音だけは信じられるんだ。なんたってその音はお前が生まれた時からずーっと刻んでる一番最初のビートだからな。リーチ君、でもさ、もしこの音さえ聞こえなくなったらどうするの？いや、それは知らねえよ。何それ、無責任。そんなこと言われても。そうだ、私たちで心臓を交換するってのはどう？どういうこと？私たちの心臓っていうのはさ、魂そのものだと思うんだよ。それを交換するの。そうすれば自分を見失った時でもお互いに教え合える。そう思わない？まあそう思わないこともないかもな。でしょ。だからさ、お願い、いいよ。じゃあ俺の心臓もキクリにやる。約束。私のこと忘れないでね。私もリーチ君のことずっと覚えてるから。うん、俺も絶対にお前のこと忘れねえよ。もしお前が自分を忘れそうになったら俺が思い出させてやる。ありがとうリーチ君。どっちもお前の本当だよ。
ないよ。何もかも自己満で全部嘘だったんだって。この心臓の音がお前には聞こえなくても俺には聞こえてるんだ。嘘も本当も混じったお前の心の音で俺はそれを全部ひっくるめて受け入れたい。今までごめんな。俺ひくりのこと何も分かってなかった。だけどさ、これからはちゃんと見てるから。ディスコの神様はさ、一人で背負うには重すぎるんだよ。だから二人でまた一緒にやろう。ご来場いただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。